一体何してるんだ？ああ、トニー、私の、その、専門的な知識をブルースに伝えてたの。面倒なことになりそうだな。役に立ってないよ、トニー。前は作動してたはずだと。よし、ジャービス、時間を計ってくれ。 1.04 秒です。はあ、少し衰えたな。ジャービス、ここで問題だ。スパークプラグのありかわかるか？イニシエーターコアは下巻板の隅にあります。正解。ご褒美をいただけますか？最大級のご褒美をあげよう。俺の愛だ。それは嬉しいですね。うん、見たとこ安全基準を完全に満たしてるな。問題を見つけた。これをこう。おお、イニシエーターコアに違いない。エイモの巨大メカも似たようなコアを使ってるよな。それを手に入れたらこの古いヘリキャリアを飛ばせるんじゃないか？ええ、ですが誰かそれを調達しに行かなくてはなりません。ああ、俺はほぼ丸腰だしな。間に合わせで何か作れそうか？インベントリにアーマーの部品が残っていないか確認します。助かる。なあトニー、僕はまだドアの修理が終わらないからカマラの様子を見てやってくれないか？通信を切ってるみたいなんだ。いいとも。もちろん頼むよ。いろいろあったから無理してるかもしれない。わかった。乗組員居住区の2階だろ。ジャービス、カマラは部屋にいるか？プライベートエリアに監視システムは設置していません。そいつはひどい。誰がそんなこと？あなたです。そうだった。おう、ちょっと。ごめん。ノックぐらいして。あ、そのつもりだったんだ。うん。おい、ジャービス。乗員区画のロック機構が一部無効のままになっています。だそうだ。直しとこう。お願いね。指令デッキに集合だ。あとちょっとしたらな。君も来い。でも私ひどい格好だし。まあだな。いや、みんなそうだってこと。ひどいんだよ。そうのは見た？なびくローブ、バカでかい肩パッド、笑える。いいじゃないか、その。ああ、プルキニね。ママが買ってくれたの。ムスリムの女性がスポーツとかに。イケてる。うん、分かったよ、着替える。いや待てって。結局は態度が肝心だ。実力を見せろ、堂々と。おい、そんなものか。よし、そう来なくちゃ。そうだ、アップグレードの手伝いならできる。いつでも来い。本当？ああ、ブルースが何か言ったら伸びるズボンしか履けないくせにって言ってやれ。ブルース、あの子なら大丈夫だ。強い子だな。気に入ったよ。それに俺のジョークで笑ってくれるしな。なあ、わかるよ。なあ、そのテックラボに来てくれないか？ドアの修理は大体終わった。そういえばあなたが以前ご使用になられた部屋はそのままにしてありますよ。よくあそこからフューリーに怒鳴られてたな。また会いたいよ。
扉の作業はまだ終わってないのか。接続箱を丸ごと取り除いて再接続さえすれば。よくやった。そう難しくなかったろ。ここも少しずつ活気を取り戻しつつあるな。褒めてほしいのかい。そうじゃない、ただ見解を述べただけだ。そうか、いろいろと手伝ってくれてありがとう、トニー。ほらな、簡単だったろ。帰るとホッとするね。何をするにしても代替電源が必要だ。キメラの動力はテリジェンだが、もう少し起爆性の低いものでも動けるように改造する。この地域のエネルギー源をスキャンしていますが、イニシエーターコアの候補を割り出すには少し時間がかかりそうです。それはともかく、新しいスーツがないと困るな。製造ユニットの修理用部品はどこで手に入る？めぼしい回収スポットを見つけたので、ウォーテーブルに座標を送っておきました。お手すきの時に。ウォーテーブルだな、了解。製造ユニットを直してピカピカの新しいスーツを手に入れるぞ。こいつを飛べるようにしてやらないとな。さあ、まずはここからだ。自分自身のアップグレードもなしにキメラの修理をするだなんて無理だ。ジャービス、何かあるか？エイムは試験型のドロップシップを稼働させています。製造マシンの修理に利用できるかもしれません。残念ながら警備は厳重ですが。エイムの局地防衛は大規模な空中攻撃を想定してる。俺が一人で渓谷へ行ってうまく隠れながら飛んでいけばドロップシップに潜入できるだろう。危険ですが、現時点ではそれしかないようです。ドロップシップを最後に確認した位置をハッドにアップロードします。警告の壁に阻まれ、正確な情報は取得できませんでした。すぐ動いた方がいいでしょう。まだこのスーツはうまく使いこなせてないけど、死にはしないだろう。瀕死でもな。急がなくては、ハッドをアップデートします。エイムは我々の侵入を察知しているようです。電撃訪問と呼ぶのはどうだ。侵入ってなんか聞こえが悪いだろ。収穫の旅ですね。目的の収穫物がずっと同じ場所にあるとは限りません。急げばいいんだろ。分かってる。奴らの兵器はどれくらいある？大量にでしょうね。エーデンの後、エイムはスタークインダストリーズから盗んだ技術でどれだけのものを作ったんだ？現段階では断定できません。おそらく大量にでしょう。俺は運のない男だ。このスーツ最高。スーツと呼ぶのはいかがなものでしょうか？譲るなよ。名前が AI にすれば面白くなるだろうって言ったのは誰だ？あ、俺か。そのエレベーターから離着陸場へ行けます。了解。エイムはどこかの国と戦争でも始める気か？この弾薬もあなたのデザインに酷似しています。派手に撃ちまくりたくなるだろう。
さっさとドロップシップのところへ行こう。エイムがでかい銃を持ってやってくる前にな。いや本当に。ええ、タールトン博士はさぞかしあなたのお墓の前で踊る日を楽しみにしていることでしょうね。なんだそれ、ブラックジョークか。やめろよ、想像しちゃったじゃないか。申し訳ありません。おそらくドロップシップはこの先にあります。なんとも心が落ち着く場所じゃないか。ドロップシップは一体どこにあるんだ。スキャン中。ドロップシップは安全な場所に移動されました。離陸前の捕捉は不可能です。スーツを 300% オーバーチャージすれば直線距離で行けるだろ。爆発の恐れがあります。それにあの警告は危険です。俺にはスピードが必要だ。やってくれブース、ついでにノリノリの曲も流せ。スーツが持ちません。タールトンがゴールデンエーカーズを燃やしたせいで俺にはこのスーツしかないんだ。変な音がする。そのはずです。消音回路が消失しました。その調子です。ナルス、これはエーデーに対する俺なりの償いだ。あの子を助け、可能であれば俺自身の手でジョージのやつを叩きのめしたい。言われなくてもこのまま突き進む。ご注意ください、追撃砲に狙われています。来ます。任せろ。シップは遮蔽されています。パワースーツのパワーを振り絞って、俺が近づいたら電磁パルスを発生させろ。やったぞジャービス。はい、ドロップシップをスキャンし製造マシンの修理に必要なパーツを見つけました。よし、あいつらの様子を見に行くとしよう。ブルース、カマラ、聞こえるか？はっきり聞こえてるよ。ブルースはハームルームで、その…知りたくもないな。それで、そっちはどう？大成功だ。もうすぐ新しい衣装を着られるぞ。まもなく製造マシンがオンラインになるはずだ。やったね。ブルースに新しいヨガパンツを作ってあげなきゃ。
しかった。カムバックもいいもんだ。はい、完璧でしたね。おお、お世辞が上達したじゃないか。さて、戦利品を見てみよう。こりゃ大当たりだ。これがあれば製造マシンを修理できる。そのお言葉が聞けて嬉しいです。あなたの今のスーツは、その役立たずですからね。おい、役には立っただろ。この技術は見覚えがあると思ったよ。どれも俺のデザインがベースになってる。ほぼ同じというものもあります。エイムはスターク技術の買収をうまく利用してるな。資産だけにしとけばいいものを。いいぞ、そうこなくちゃ。写真を撮れ、チャビス。似合ってるだろ。上出来です。ようやく昔の自分に戻った気分だ。製造マシンに加え、貯蔵庫や各エリアに電力を送ることができました。ミスター・スターク、あなたの保管庫に古い道具を検知しました。焼却処分しますか？おいおい、ジャービス、それゴミじゃない、俺のものだ。ちょっと見てくる。ご自由に。全く散らかってるな。あなたが残したままです。牧場で暮らしてる時、お前に頼み事をする癖がなかなか抜けなくてな。何度も声に出して呼んだもんだ。ジャービス、コーヒーを入れてくれ。ジャービス、汚水タンクを空にしてくれ。ジャービス、靴下はどこだってね。私なしで生き延びてこられて誇りに思います。戻ってこられて嬉しいよ。いや、ダメだ。あのプロジェクトはまだ早い。ほらな、ゴミじゃないだろ。なるほど、ここにたくさんの宝物を保管するつもりなのですね。シールドの代表者たちがキメラに乗船しました。司令室にいるモラレス捜査官が必要なパーツを調達してくれるかもしれません。それは会いに行かないとな。頼もしい味方が来たわね。どうも、シールドが来ていると聞いたんだが。捜査官のアリサンデモラレスよ。シールドとあなたの連絡係といったところ。もし時間があったらぜひ会いに来て。やることが山積み。はじめまして、モラレス。オンボロの船を飛ばすためにパーツが必要なんだ。それができたら
ついでにシールドの仲間を助けられるかもしれない。今ある情報よ、これで十分だといいけど。すごいわ、本当にありがとう。シールドの新しい代表者が参加し、共有エリアに配置されたようです。新しいスタイルに挑戦するなら今がチャンスよ。それを選んで欲しかったの、私のお気に入りだから。あなたって何を着ても素敵に見えるわね。えそれすごくない？それだけの価値があるわよ。レビン捜査官が格納庫デッキにいます。もし時間があれば会いに行ってください。装備のアップグレードをしてもらえるかもしれません。アベンジャーズじゃないか。え、それが気に入ったの？本当に？ママに電話しなきゃ。ミスター・スターク、熱反応スキャンでイニシエーターコアの熱源の候補を2つ検出しました。候補ってのは？エイムのセキュリティシステムに妨害されています。残念ながらこの距離では正確に熱源を特定できません。まどろっこしいな。なら発見の確率を上げてやる。ブルース、カマラ、ウォーテーブルに集合だ。今行くね。よし、みんな仕事だ。いいスーツだね。参ったな。何をすればいい？ジャービスが濃縮されたイニシエーターコアらしき熱反応を2つ見つけたんだが、位置がバラバラなんだ。時間との勝負だから2箇所を同時に叩く必要がある。ブルース、お前はカマラと一緒に荒野の周辺を探ってくれ。俺は東海岸の都市を探す。うまくいけばどちらかでイニシエーターコアが見つかるだろう。わかった。ジャービス、あとどのくらいだ？間もなく目的地です、ミスター・スターク。よし、このイニシエーターコアを何としても見つけて修理の続きにかかるぞ。エイムにキメラの位置を特定されるのも時間の問題だ。作戦基地を使える状態にしないとな。はあ、このスーツどう思う？とてもオシャレです。だろ？俺もそう思う。
なんだ？誰もいないぞ。インヒューマンの活動を理由にエイムが全市民を避難させたようです。危険な実験の言い訳っぽいな。お前の直感がドンピシャかもしれないぞ。イニシエーター砲が大量にあれば奴らの実験の動力源になるはずだ。施設は厳重に警備されています。抵抗を覚悟してください。つまり俺に会いたくないってことか。ショックだな。まるでゴーストタウンだな。ジャビス、施設までの距離は？数メートル先です。